3、2、1、はい、交代です、交代です、交代です、始まりましたよ。若い匂いする。なんだこれ、わからん。え、これ終わりじゃん。え、これで終わりだよね。何が、え、終わりじゃん、これ終わりだよ、これ。だからほら、刻もう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 、終わってるよね。え、わからない、わからない、わからない。待てよ、待てよ、これ生姜焼きじゃんか。生姜がさ、削られてないところがさ、わかったぞ。よし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 、バカめ。まあこんなもんでいいだろうな。よし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 。で、問題はこれが意味がわからないんだよ、これ。これいるのか、これは。え、これが出してやる、これが出してやる。え、開いてるってことは、これ使おうとしたんだよね。わかった、リョウが作ってるってことは、カルボナーラ作ってる。カルボナーラって言っちゃった。スペチー、もうね、あらかじめここに計量しときましたよ。まあ僕は動画めちゃめちゃ見て4回ぐらい練習しました。一つ分かったことあるんですけどね、これね、結構運ですね。料理人はギャンブラー。まあとりあえず今こちらに水を沸騰してますので、イロハスを3本使って 1.5リットル。パスあげよう。あっけー、あー、やっちまった。いけー、まずい。こんなんでやの、ちっちゃくない、危ない、あっけー、あー、あー、あ、ダメダメダメ、うるさいんだけど、どうした。もうね、シンクに落ちちまったんだけどね。いいですよ、あのパスタが伸びちまう前に。乳化だっけ、わかんないですけど、ちょっとやります。はい、あ、やばい、取ってやない、取ってやない。あー、この黄色になってる、黄色に。あー、へい、あっ、おー。じゃあ盛り付けます。で、盛り付け、あ、パセリ忘れてた。この真ん中にこの、これ皿回すんですね、ろくろのように。じゃあもうパセリはこういう感じでいきます。できた。本当にギリギリ豆腐を使うと思う。あとね、麻婆豆腐っぽい色のこのジュースだったんでね、豆腐の周りにひりついているひき肉だと思うんでね、ひき肉の部分4番手って何かなと思った時にこれです。ミンティア、ありがとうございます。4番目っぽいね。今のものをぶち込んで焼いて混ぜる、以上ですね。豆腐握りしめる、豆腐握りしめる、死ね&死ねっていう赤いジュース、ひどい。いきましょう。はい、どう、やっぱりうんち行ってきたくなってきたんだけど、さすがにうんち入れたら5番手なんで、うんちをここに入れるのはやめます。うん、いいね。プル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 ってなってきた。あ、プル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 。半分経過しました。いただきます。ここから両虫の追い上げ次第でだいぶ変わるから。明太パスタ、いえ、そうだ、食欲進みますからね、明太子は。ここで芝居さん来た。こらくね、こらくね、英語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 、はい、チーム寿司梅です。はい、簡単に工程だけ説明しちゃうと、ホットケーキミックス、まあこれと卵作りまして、はい、そこにくるめるんだよね。そうです、絡ませて揚げちゃいます。そうするとどうなると思いますか。そうですね、ホットドッグみたいになりますよね。アメリカンドッグですね。アメリカンドッグですね。桃をね、まあカットしたり、いろいろソース作りソース作りわけですよ。でも早速ね、もう工程簡単なので作っていきましょう。はい、まあまずはね、ソース作りの方からやっていきたいと思います。はーい、桃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 開けてこの中入れて、はぁ、うざーい。じゃあもうこのままね、まあこんくらいでしょう。はい、オッケー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 、ちょうどいいちょうどいい、ちょうどいい。スイッチオン、オン。柔らかい柔らかい、おいしいかー。問いかけるわけ、料理するときっていうのはね、入るわ。まあとりあえずソースの方は完成いたしました。はい、じゃあ次はホットケーキミックス、またいきますか。いいんじゃないの。うん、パッカ、うん、はい、でこれをくるめますよ、こうやってね。うわ、いい。はい、それじゃあ揚げます。はい、うわ、来た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 。うわ、うまそう。めっちゃうまそうやん。めっちゃうまそうやん。あっちゃい、あー、だこら。なんのお前。ソーセージ、パパパパ、チーズが大体。何してんの。長靴履かせてんか、走って。長靴。
お前な、うんこしてたんだよ。うんこまんめ臭いな。うんこまんはな、香水つける権利はねえんだ。黙れ、悪口言うな、バー、死ね。死ねって言った。これ買ったもの見てみましょうか。はい、なんとなく味の想像もしてみましょう。はい、味じゃねえよ、まずグレープフルーツでフルーティーな匂い、柑橘系の、そこにザクロでちょい足しからの刻みやつ、香り豊かになって、で、こっち最後バニラエッセンス、これで甘い香りを出して、はい、最後にこれですね。はい、やばいぞ、西洋感。ちょっとなんか今頭の中でさ、混ぜたらさ、本物できたよ。これ勝ちです。じゃあ早速やっていただきますか。です。いけ、よいしょ、よいしょ。さあ、嗅いでください。じゃあ行きます。えぇ、うわぁ、いや、手が足になった。いや、ちょっと手が足になったんだ。めっちゃ面白い匂いするんだけど。足だ。めっちゃ面白い、これ。めっちゃ歩いたんだよ、足が。めちゃくちゃネバネバじゃん。潰すたびにさ、納豆が美味しくなってるもん、これね。ネバネバ増えて、やっぱもう入れるべきですよ。ほらほら、入れときゃよかったやん。うって、よし、まずいきましょう。はい、でーでーでー、えっ、あー、きた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 。ヨーグルトとか入れなくていいですか、他の食材は。入れる。お刺身2ぐらいです。2ぐらいでいいんじゃないですか。なんで入れるの、ヨーグルト。ヨーグルト菌みたいな、あるじゃないですか。活性化しそうじゃん。じゃあ僕行きますか。はい、はい、じゃあ、あちらに。あ、あっちですか、はい、なるほど、工程がある。だいたい下ごしらえぐらいはしてきたって感じですね。はい、はい、やばい、グッドダンス教団に襲われてる。やばい。やばい。なんでキッチンに移動してこんな映画に繋がる。やばい、グッドダンス教団だ。いや、絶対グッドダンス教団だ、これ。やばい。あー。洗脳されたした感染。やばい。え、怖い、怖い。ちょっと止めてくるわ。やめて、ちょっと止めてくる。やめてください、もう撮影中なんだから。ほら。やばい、怖い。めちゃくちゃ怖い。これ持ってる人には効かないんですから。怖い、怖い、怖い。やめてください。止めて、止めて、止めて、止めて。止めて。かかって、無理さん、無理さん、やばい、ちょっと待って、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。待って、お前、止まれ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 、おとなしい、おとなしい、お前。何このくらい、何ですか、これ。サブちゃんじゃないの、ね、ここに来るとサブちゃんみたいになっちゃうから、ほんと3日間くらい、乾燥させるために置いておいたものがこちらです。完全にこれ乾燥してないんで。完全に乾燥せるってのは一体。皆さんね、干して抽出なんてね、あれじゃダメなんですよ。個体の側を取り出すためには遠心分離、これが一番なんですね。なんで今から遠心分離します。え、すごい、それ。そんな機械を用意したんですか。めちゃめちゃ高いよ、あれ。ちょっと待ってください。これ綺麗だな、これ。なんで黄色なの。はい、いきます。はい、そう、それで結構長い間ね、ちょっとずつ抜けていくから。頑張れ。でもこの絵トータルですごくない。これやばいです。すごいよ。ファッションから何もかも意味が分かるのに1個もないんだもん。なんか PV 撮ってるでしょ、お前。すごい。あっ、立てよ、これ今何してんの、それ。すごい。やばい、やばい、やばい、いっぱい広がってる。やばい、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 一個もないじゃん。やばい、あったと思ったらポップコーン弾ける前。なんでこんなんあんだよ。やったー、やばい、頑張ったー。すごい、すごい。これが現代の遠心分離機だ。すごい、本当にすごいな、文明の利器。ほんと青いね、しばらく。ほんと青わあ、ツーロジャーボリーレギュスの浜ビッグベン。ロマンス打ちながら分離したらできる、本当に。すごい綺麗いいから、あれ。ロマンス。シバエさん、シバエさん、今シバエさん、確認、待って。はぁ、疲れたわ。いや、いろいろあって塩入れるの忘れてたな。塩、塩。懐かしいのー。
久しぶりじゃのう。誰だこの人。わしゃおばあちゃんじゃよ。こんなおばあちゃん俺は知らないぞ。2歳の時だから覚えてないかのう。てかなんで心の声聞こえてんの。びっくりしとるのゆうさく。いや、ゆうすけ大きくなったのゆうさく。だからゆうすけ立派になったもんじゃゆうさく。あの心の声聞こえてますよねゆうすけ。チャーハンかゆうさく。あ、チャーハン好きです。好きだったもんのチャーさくはい、めぐみの人です。はい、めぐみなんで。あ、めぐみ。めぐみの人です。あ、めぐみね。めぐみの人。あ、そう、ごめん、何言ってるか分からなかった。めチームだもんね、俺ら。そう、めチーム。なんかあまりにも曲が強すぎるから。あ、そう、ちょっとかけてみました。失礼しました。ってことでね、はい、めぐみの方が絶対有利だろうと。細かいグラムが分かんないだけで、うん、全部物は揃いました。はい、向こうチームは楽勝だったらしいですよって言いながら来ましたね。ふざけといてって言われたよ。残念ながらね、やってやるんですよ。残念でしたー。めぐみの人舐めんじゃないよというところをね、はい、見しちゃいましょう。まあ、あいつら見えないんで見えないですよね。てってーん、行きましょう。なんか普通に料理しちゃってるから不安ではあるよね。普通の会話しかできない。間違っちゃいない。あカメラに見せろや。お前俺のことを笑かすためだけに今動画撮ってるってことか。そうだよ、最高だなお前は。本当に見せねえな。見せてください。なんで見せろあかんの。歯みたいになんの。定番だよ。一緒しゃべんな。一緒しゃべんな。一緒しゃべんなお前。2、3回もやっといて。いきまーす。ああ君はバカだなカス。言い過ぎてる。